こんにちは、大輔です。日々目まぐるしく変化する世界各国の入国制限。本日はですね、PCR 検査だとか自主隔離、こちらをね、必要とせずに日本パスポートで渡航ができる国ということで、ヨーロッパを中心にした渡航のね、最新情報、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。突然なんですけども、渡航が可能な国の数ってヨーロッパにね、どれぐらいあるかってご存知でしょうか？なんとその数17カ国なんですよ。どうですか皆さん、思ったより多いと思いませんでしょうかね。本日の流れはこちらですね。1、各国の渡航緩和の詳細、17カ国あります。どういった背景で緩和まで至ったのかね、日本はどういうふうに見られているのか、観光誘致のためのねユニークな取り組みなど、17カ国それぞれの動きがありますので、細かく追っていきたいと思います。2、気をつけなければいけないことですね。渡航をしている最中に状況が変わるなんてことはありますんでね、どういったリスクがあるのか、まだね渡航は時期尚早だっていうご意見もかなりね多いかと思いますので、考えられるリスクについては述べていきたいなと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方はチャンネル登録をお勧めさせていただきます。早速始めていきましょう。1、各国の渡航緩和の詳細、17カ国ありますね。本日の情報ソースはインバウンド観光ニュースサイトの大和心さんですね。とてもうまく情報をまとめてくださっておりましたので、そちらをもとに紹介をさせていただきます。万が一ね、実際に渡航される必要があるよという方に関しては、大使館のね最新状況を念のためチェックされることをいただきたいなと思いますので、その点ねご注意を願います。それでは参りましょう。ヨーグルトの産地として有名なブルガリア、7月の17日、ブルガリアは検疫なしで入国できる国のリストを更新しておりまして、これによってね、日本からも入国できるようになっております。アジアでは日本の他に韓国、タイからの入国も認めております。ビーチと世界遺産が点在する地中海の東に浮かぶリゾート島国、キプロス。滞在中にコロナにかかってしまった場合ですね、観光客本人と付き添いの人の宿泊費、食事代、飲み物、治療費、これね全部キプロス政府が負担してくれるみたいなんですよ。アジアではね、日本と韓国からの渡航が認められているということなんですけど、めちゃくちゃ待遇いいですよね。欧州の中心と言われ、西はドイツ、北はポーランド、南はオーストリア、東はスロバキアと国境を接しているチェコ共和国。当初はね、スロバキアとハンガリーのみに自由にね国内立ち入ることを許可していたんですが、その後追加で入国制限を解除されたということで、今はねアジアでは日本、韓国、タイからの渡航が認められております。幸福度ランキングでは常に上位にランクインする北欧の国デンマーク、6月27日に国際観光再開されています。これにより EU 諸国からのね中心に入国が許可されているんですけども、アジアからは日本と韓国、タイからの渡航が認められています。ただしね、いずれの国からもの入国者にも観光振興のためね6泊以上の滞在予約求められているようなので、この点は要注意なんですよ。宿泊日程のね指定が感染症対策というよりかは、観光振興なんですよね。意外です。欧州のシリコンバレーとも称される世界屈指の IT 先進国エストニア、現在35カ国から検疫免除での入国が認められております。アジアからは日本、韓国、タイからの入国が許可されています。パリやニース、モンサンミッシェルなどね、見逃せない観光スポットが盛りだくさん。フランス、欧州各国に加えまして、アジアからは日本、韓国、タイからの渡航者がね入国許可されています。6月上旬にいち早く渡航解禁を表明した観光立国ギリシャ、入国の際にランダムに PCR 検査が実施に、ね、求められる場合があるということなので要注意です。アジアからは日本、韓国、タイからの旅行者入国が許可されています。バルカン半島に位置してアドリア海の秘宝と呼ばれる小国モンテネグロ、
130以上の国からの観光客の受け入れと国際線再開させているとのことです。中でもね、EU を中心とした50カ国からの入国者には検疫もね、PCR 検査を求めないということでして、そのリストにはアジアからは日本、韓国、中国、マレーシア、タイ、こちらがね、含まれるということです。ハイネケンビールが生まれた地でもあるオランダ。6月15日より EU 加盟国からの入国を再開させております。7月1日からは EU 以外の国からの受け入れも拡大されているということで、リストにね、掲載されてない国からの入国は認められてないということなんですが、アジアからは日本、韓国、タイからの旅行者入国がね、許可されております。バルカン半島に位置し、かつてはアレクサンダー大王の支配する大帝国であった北マケドニア共和国。7月1日より国際観光を再開させておりまして、すべての国から、観光客が、ね、入国することができるということですね。すべての国、一切の規制がないということでしょうかね。すごいですね。中世時代にタイムスリップしたかのような街並みが今も残るルーマニア。EU 以外からの受け入れも再開させたとのことで、アジアからは日本、韓国、タイからの旅行者入国が許可されております。バルカン半島の中心部に位置しまして、西をディナル山脈、東にカルパティア山脈に囲まれた山あいの国、セルビア。すべての国からの観光客が入国することができます。ただし、現在セルビアではですね、感染者が増えているということで、旅行制限導入されてしまう可能性も不安視されております。ご注意ください。6月21日より EU 加盟国に対して国境を開いたスペイン。7月3日からは入国許可の国をさらに追加されております。アジアからは日本、韓国、タイからの入国許可されています。厳しいロックダウンを実施しなかったことで有名なスウェーデン。ヨーロッパ圏以外からの入国制限していたんですけども、7月4日から新たにね、入国を認められる国が追加されています。アジアからは日本、韓国、タイからの旅行者入国許可されています。広大なアルプスの山々に囲まれ、大自然が美しいスイス。7月20日から新たに入国を認められる国が追加されております。アジアからは日本、韓国、タイから入国許可されております。6月以降ですね、宣言圏内を中心に増えた入国者のね、感染者がいらっしゃるということで、国内でも感染者増えてるということですのでね、こういったルールに関してはね、予告なく変更される可能性があるということで、この点は注意が必要ですよね。ヨーロッパで最大の国土を持つ国、ウクライナ。人口10万人あたりの感染者数によってレッドゾーン国とグリーンゾーン国にリスト化されているようなんですね。で、グリーンゾーン国からの入国者に関しては14日間の検疫だったり PCR 検査求めないということです。アジアからは日本、韓国、中国、香港、マカオ、タイ、台湾、これらがグリーンゾーン対象国になっているということですね。ロンドンやエバンジラ、バッキンガム宮殿など見逃せないスポット盛りだくさんのイギリス。7月10日からイギリス入国時の自主隔離が免除される国の中に日本がね、含まれるようになったんですよ。イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドによって免除措置がね、適用される国異なるみたいなんですけども、日本に関してはいずれの地域への入国もね、認められている、自主隔離が免除されるということになります。はい、ということで、お疲れ様でした。よく頑張りました。ありがとう。はい、ということで丸2番いきましょう。気をつけなければいけないことということで、なんといってもですね、第2波の発生なんですよね。再び渡航制限出す動きが出ておりますので、例えばですね、スペインなんかは第2波騒がれていますよね。7月下旬の新規感染者数っていうのはね、1000名超えの日が連発してるわけなんですよ。これの何が困るかというと、ヨーロッパ圏の中での移動ですよね。例えばですね、イギリスではスペインを再び危険リスト国に加えておりますので、スペインからイギリスに到着した旅行者っていうのはね、14日間の自主隔離措置っていうのは再度義務付けられたってことなんですよ。まあさすがにね、この時期なので、ヨーロッパ圏にね、これを持って渡航するって方はもちろんなんですけど、国の移動をね、バンバンする人っていうのは、まあそうそういないんじゃないかとは思いますけどね。突然のロックダウンだとか、フライトのキャンセルっていうのは、特に注意が必要なんじゃないでしょうか。まあこういうことを言うとね、まあ、渡航すれば日本に帰国した時に2週間の隔離措置があるから、まあ、普通の人はいけないよねっていうご意見を多くいただきます。これに対してね、僕は渡航を推奨してるわけではないということをお断りをね、させていただきたいと思います。じゃあなんでね、お前こんな動画撮ってんだよと
言われちゃいますけども、これはですね、今世界がどのようにして渡航緩和も進めているのか、その中で日本がどういうポジショニングを取っているのかね、どういう見られ方をしているのか、でこちらの理解を皆さんと一緒に深めていきたいというのが、私の一番のね思いになります。こういう時期なので手間なしで幸いなこととは言いづらいんですけども、まあそれでもね、幸いなことに日本はね低感染国として認められつつある状況だということがお分かりいただけたんじゃないでしょうか。まあ、世界とはね面白いものでして、感染者が多いとされるヨーロッパ圏を中心にですよ、渡航緩和が行われていて、比較的ダメージが少ないアジア圏、逆にね渡航緩和に関してはかなり慎重気味ですよね。まあ、今後の動向も皆さんとチェックができると嬉しいなと思っております。ということで本日は日本パスポートでの入国が可能な欧州17カ国徹底解説ということで、お話をさせていただきました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。大輔でした。